皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。メジャー史上初となる2度目の満票でア・リーグ MVP を受賞した大谷翔平選手。2023年の大谷選手は前回 MVP を受賞した2021年に迫る表彰ラッシュとなっています。動画過去の自分を超える 2度目の MVP を獲得した大谷翔平が語る2023年の抱負大谷選手は3月のワールドベースボールクラシック WBC 出前7試合に出場打っては打率点435投げても2勝1セーブと世界一に貢献し大会 MVP に輝きました WBC 後すぐにシーズン入りしたメジャーリーグでは今季44本塁打を放ち アリーグで日本人初となるホームラン王を獲得。その後もチーム最優秀選手やアリーグ最優秀野手、DH 部門でシルバースラッガー賞を獲得するなど、数々のタイトルを手にしました。2021年には11冠に輝いた大谷選手。今後もエドガー・マルティネス賞やハンク・アーロン賞、オール MLB チームの受賞者発表を控えており、 大谷選手の表彰ラッシュに注目が集まります。2021年の主な獲得タイトルベースボールダイジェスト誌の野手部門最優秀選手、ベースボールアメリカ誌の年間最優秀選手、MLB コミッショナー特別表彰、MLB 選手会年間最優秀選手、アリーグ最優秀選手、MVP、スポーティングニュースの年間最優秀選手、シルバースラッガー賞、アリーグ DH 部門、 アリーグ最優秀選手。オール MLB チーム DH 部門。ファーストチーム、オール MLB チーム先発投手部門。セカンドチーム、エドガー・マルティネス賞。2023年の主な獲得タイトル。日本時間11月17日時点。WBC 最優秀選手。アリーグ本塁打を、アリーグ最優秀選手。エンゼルス最優秀選手。ベースボールアメリカ史の年間最優秀選手。 アリーグ最優秀野手、シルバースラッガー賞、アリーグ DH 部門、勝力松太郎賞特別賞。どう思いますかコメント欄に書いてください。次のビデオでお会いしましょう。